さっき、抗菌をする前の段階というのは、ここのラインの、数値を出しました。で、それで今から測りますね。で、抗菌済みの状態でよく取ります。さあ、きれいになってていいですね。それで今、今取った形になるんですけど、でこれもう一回戻します。それで今、ここの、便座のところの、汚れがどのぐらいあるかっていうのをここの要は中の液体の中に落としました。でこれを数値を測ります。はい、607ですか。これが最初の値ですね。これお掃除前です。で抗菌の作業が全部終わって最後に測った時はこの値ですね。